エピファネイアは、日本の競争馬、シュボバ。通算戦績14戦6勝、主な勝ち倉は2014年のジャパンカップ、2013年の喫下賞、神戸新聞杯、2012年のラジオ日経杯に在ステークス。場名の由来は、ギリシャ語で、クリスマスから12日目に当たる1月6日、高原祭。母シーザリオと同じく、ウィリアム・シェイクスピアの喜劇。 1ジューニ夜にちなむ場名。父、シンボリクリス S ・エスは2002年2003年に、天皇賞、有馬記念をそれぞれ連覇し、2年連続で、年度代表馬に選出された。母、シーザリオは、現役時代通算6005賞、2005年にオークス、アメリカンオークス・ステークスを制した。本馬は3番子として2010年2月11日に、ノーザンファームで生まれ、 シーザーリオの2010として、キャロットクラブで、総額6000万円を条件に募集された。10月21日の京都競馬場の芝千八8 0 0メートルの二歳新馬戦にて、福永雄一を安城にデビュー。中段から、最後は2着に三馬審査の圧勝で、デビュー戦を飾った。2戦目の京都二歳ステークスでは、圧倒的一番人気となった。レースは、前目の競馬となったが上がり、 最速の33.7秒で2着に一馬身3、4差で2勝目。ラジオ日系杯2歳ステークスグレの半身の、ラジオ日系杯2歳ステークスは、バッドボーイやキズナといった有力馬にセリ勝ち、3勝目を、重勝発制覇で飾った。3月3日の弥生賞は前週に、福永が、起乗停止となり、ウィリアム・ビュイックが代役を務めた。レースは、 最後の直線一段戦闘に立つも、それまでの伸びが影を潜め4着に敗れ、初黒星を喫した。4月14日のサツ賞は安定に、福永が復帰したものの気象の荒さが災いしまえ、行きたがり、中断になる、はずのポジションが2番手となってしまう。直線で懸命に追い込むも、レコードタイムで駆け抜けたロゴタイプの2着となる。続く、 東京優秀はまたまた気象の荒さが災いし、つまずいて落馬寸前になってしまう。一旦戦闘に立つも残り50メートルで絆に、差し切られて2着赤敗した。後に、安城の福永は、テレビ番組に出演した際にこのレースについて、こういう馬を乗りこなせないなら、もう乗り続けていても意味がないかなと思った。もう勝たなくてもいいかと思ったこともあったと、振り返っている。 神戸新聞杯表彰式夏場は、休養に当てて迎えた神戸新聞杯は、単勝1.4倍の圧倒的一番人気に押されると、最後の直線楽々と抜けて2着に2馬身1、2差の圧勝で、重勝2勝目を飾った。菊花賞表彰式ボバクラシック3冠最後の1冠となった菊花賞では、さつき賞1着のロゴタイプは中距離路線に進み、 ダービー一着の絆は、外線門賞に出走するため、フランスに遠征しており、前哨戦の神戸新聞杯を勝ったことも後押しして、単勝1.6倍と圧倒的な一番人気に支持された。レース当日は、前夜からの雨で1967年以来56年ぶり二度目の不良馬場の喫下賞となった。スタートを決めて前目につけると、しっかりと折り合い、 最後の直線で楽に先頭に立つと無知を一度も入れることなく二着の里野のノブレスにご馬しさんの圧勝で最後の一冠を獲得した。安城の福永はオスクーラシック初制覇となった。父、福永洋一も菊花賞を獲得しており、親子二代での菊花賞ジョッキーとなった。出走が期待されたジャパンカップ有馬記念は休養のため回避した。 大阪杯のパドック指導戦は4月6日の産経大阪杯。8頭立ての消灯数となったレースには、前年の外旋門賞4着以来となる絆や、オークス、周華賞、エリザベス女王杯を制した名称マンボ、その他にもビートブラックや湘南マイティが出走する豪華なメンバーとなった。一番人気に支持されたエピファネイアは4コーナーで、 仕掛けるも、後方で足を溜めていた絆に交わされ、先行して粘る東海パラダイスも捉えきれず3着に、敗れた。4月27日、海外初挑戦となった香港、シャンティで行われた、クイーンエリザベース2世カップに出走し、4着に敗れた。帰国後、6月28日の宝塚記念は回避する、ことが発表された。 放牧のため北海道平安町の農山ファーム、早北に到着したエピファネエアは明らかに筋肉が落ちており、まずは疲労回復に専念した。その後、週2.3回強い負荷をかけるハードなメニューをこなし、たくましい馬体に成長していった。6ヶ月の休養明けの秋初戦は11月2日に行われた天皇賞。ここでは出遅れ、スピルバーグの6着に敗れる。 ジャパンカップ時走のジャパンカップでは、安状は福永からクリストフスミヨンに乗り換わることになった。11月30日、第34回ジャパンカップには、ワールドベストレースホースランキング1位のジャスタウェイ、GI6 商場で、ジャパンカップ3連覇がかかる、ジェンティルドンナ、直前の天皇賞を勝った、スピルバーグ、サツキ商売スラボにいた、日本ダービーバ、ワン,アンドオンリー。 大華商場、ハープスター等史上最高とも評されたほどのハイレベルなメンバーが集結した。エピファネイアは単勝8.9倍の4番人気に押されたが、パドックでは入れ込んで汗だくになっており、安状がまたがってからも興奮気味であった。2枠4番からスタートしたエピファネイアは、道中3番手につけたが、バックストレートでは衝突しそうなくらいかかりっぱなしの追走に加え、 逃げる里の主連が前半1000メートル59秒6という両場上発表ではあったが前日の雨によりソフトになっていた馬場にしてはハイベースで引っ張る厳しい展開も直線残り400メートル過ぎで先頭に立つと2着ジャスタウェイ以下を4馬身突き放し圧勝喫花賞以来の GI 勝ちとなった安城スミヨンは2010年にブエナビスタで天皇賞を制して 以来となる日本の GI2 勝目、また同年のジャパンカップではブエナビスタで一着、入選しながら進路妨害で硬着しており、雪辱を果たすこととなった。スミヨンはレース後に今まで乗った日本馬で一番強いと思うと語っている。このパフォーマンスはワールドベストレースホースランキングにおいて、同年の世界2位となる129ポンドの評価を受け、1位と、 なったジャスタウェイと合わせて日本超強馬がランキングトップ2を占める快挙を達成した。有馬記念ではスミオンはワールドスーパージョッキーズシリーズ出場による限定騎乗、それ以前に主戦騎手だった福永はジャスタウェイに騎乗するため代わりに川田正宮美が騎乗することになった。最後の直線で一度は先頭に立ったものの後続馬に交わされ5着に敗れた。初戦は ドバイへ遠征し、3月29日に、名団競馬場で行われた、ドバイワールドカップに出走したが、初挑戦のダートが合わず、最下位の9着に敗れた。帰国後は、宝塚記念へ向けて調整されていたが、6月10日の、調教後に、左前足つなぎ人体炎を発症。ファン投票で2位に選出されていた宝塚記念を回避して放牧されることになり、 一時登録を済ませていた外線門章への挑戦も白紙となった。その後、復帰を断念し現役を引退することになった。引退後は、北海道阿弥町のヤシロスタリオンステーションで種ボバとなった。2016年から種付けを開始し、初年度の種付け料は250万円に設定された。ヤシロスタリオンステーションではサンデーサイレンスの地が遠くなったことで、 サンデーサイレンス系品場とのクロスも大丈夫となり、幅広い配合が可能な種母場として期待されていた。2016年は221頭に種付けを行い、その後は210頭、220頭、224頭と推移した。初年度3区は2019年にデビュー、決闘登録を行った3区のうち、 75%超の119頭がインブリードを持っている。2019年6月29日、函館コアールで竹豊騎乗のスマートカーリーが3区の初勝利を飾った。その後も順調に勝ち星を伸ばし、新種ボバリーディングでは重賞馬を排出した絆にこそ遅れを取る2位となった。ものの、勝ち馬数では絆を上回る30頭を記録した。 初年度3区の JRA カチューマ30頭超えは、ディープインパクトとロードカナロアに次ぐ、史上3頭目の記録となる。3区の活躍を受け、2020年度の種付け量は500万円に増額された。2020年4月12日に初年度3区のデアリングタクトが、大箇所を制し、3区の重賞発制覇とともに、GI 発制覇を成し遂げた。デアリングタクトは、その後、 優秀品馬と、集荷賞も制して、史上初の無敗での参観品馬となった。2021年度の種付け量はさらに増額され、絆やドゥラメンテと並ぶ1000万円となった。2021年には、前年に引退した、アーモンドアイの初年度後輩相手に選ばれている。3区は、芝の長距離を得意とし、2020年10月18日時点で2100メートル以上は、 勝率21.3%と非常に高く、2500m 以上に、絞ると勝率は31.3%、連帯率37.5%にまで上昇する。2021年1月24日時点でも 2500m 以上では、勝率30.4%、連帯率39.1%となっている。太字は勝利した、GI 競争。 ありがとうございます。